いざ。あたりに人影はない。単刀直入に聞くでござるよ。お主は元素力を巧みに扱える。それも一種類のみにあらず。そうであるな。なんか最初に会った時から会話の中に意味深な感じを含ませてたよな。とっくに気づいてたのか。ああ、会場で聞かなかったのはお主が元素力を扱えることを他の参加者が聞き、いらぬ誤解を招かぬようにするためであった。勝負で不利な場面に陥ろうと元素力を使わなかったのは拙者と同じようにそう考えていたからであろう。拙者が言っていた見たや聞いたは私的な表現をしていたわけではなく事実なのでござるよ。拙者は幼少の頃より大自然から得られる情報を理解することができた。風の息する音や木の葉のささやきを聞けたのでござる。お主からは似たものが聞こえた。それだけでござるよ。信じられない話だけど、嘘をついているようには見えないな。お主らと比べれば拙者のこれは取るに足らぬもの。神の目に頼らず複数の元素力を扱える人間など、それにどこから来たのかもわからぬ至極複雑な匂いのした神秘的な生き物も。匂いでオイラを判断するんじゃない。その複数の元素力をいかにして手に入れたのか拙者に聞かせてはくれぬか。ふむ、理解しがたい。ではお主はいかにして元素力を応用し実戦で使用しているのでござるか。ひひ、それほどでもないぜ。オイラはただ自分が思ったことをこいつに教えてやってるだけだ。長い旅を経て様々な経験をした。それらを振り返りいろんなことに気づく。こいつはそうやって自然と元素の使い方を会得したんだ。正直オイラも原理まではわからない。もしかすればその不可解こそ神と神の目の本質であるのかもしれぬな。だがやはり拙者はこの目で見てみたいでござる。お主がいかにして元素力を使うのか、それを実際に見れば拙者も何か気づけるかもしれぬ。拙者が持っている情報も共有しよう。さすれば平等な情報交換となるであろう。ではそこの舞台を利用して行うでござるよ。難攻不落天理チョーク。炎食いの剣、ほれトン。はは、そこだ。は、下がれ。ふむ、お主の戦闘力は実に申し分のないものであった。たとえ決勝戦の相手が素早くともお主の隙をつくことはできまい。決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし常人離れした動きを行う。そやつの勝利はそのほとんどが視覚外からの奇襲によるものであった。言い換えれば隙をつかれぬよう気をつければそやつの攻撃に脅かされる心配もないであろう。礼には及ばぬ。蒸気を逸した元素力の技を見ることができた。礼を言うのは拙者の方でござるよ。やはりこの世は摩訶不思議。
常に未知なるものが現れる。なんだかお前って神の目に対してすごい執着してるよな。でもお前はもう持ってるんだろ？元素力とか神の目についてそこまで調べる必要はないんじゃないか？拙者が知りたいのは、神の目が神にとって何を意味するのかということ。何をもって神は神の目を人に授けるのか。すまぬ、お主らにとってはわけのわからぬ話であったな。不思議な力を見せてくれた礼に、稲妻について聞きたいことがあれば拙者が答えよう。それが気になったのでござるか。ではもう少し詳細に語ろう。今稲妻ではメガリレーが行われている。それはお主らも知っておるな。神の目とは神からの恩恵でござる。人々がその贈り物を受け取った後、またそれを回収するということは、時に死を招く結果にもなりうる。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神はそれについて疑問を抱いているということになるのではないか。もう長いこと新たに雷元素の神の目を持つ者は現れておらぬ。おそらくそこには雷電将軍の意志が反映されているのであろう。なんか話を聞いた感じ、強引的な神だな。拙者が知る限り、彼女は永遠を追求する神であり、自らの考えを冷酷に貫く。リーユへの契約がリーユへを生きる者のためにあるというのなら、今の稲妻が求める永遠は一体人々に何をもたらすというのであろう。少なくとも鎖に縛られた稲妻の民たちは良い生活を送ってはおらぬ。なんかお前が最初に会った神がやりそうなことだな。おや、前に雷神を見たことが。時により左右されるのは将軍様ではなく拙者たちのみ。もし彼女を探したいのであれば、彼女はその場所に居続けているであろう。いつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよ。さあ、そろそろ時間であるな。決勝戦が始まるでござるよ。そうだな、稲妻のことばっかり話してて試合のことを忘れてたぜ。他にやることがないのであれば共に戻ろう。うむ、では参ろう。神の目を誰が手にするか見物でござるな。まだか。まあいい、まずはあんたの入場から始めよう。全員静粛に。注目の大一番の始まりだ。刺激的で緊張感あふれる南十字舞踏会もいよいよ決勝戦。あまたの劇的な試合の末、ついに2人の選手がこの舞台にたどり着いた。まず紹介するのはこちらの選手。会ったことはなくともその名は聞いたことがあるだろう。そう、彼女こそは魔人オセロンも恐れさせ、ファデュイ執行官でさえ震え上がらせたリーユエに現れし異教の英雄。おお、待ってました。準決勝ですでに彼女の素晴らしい戦いを皆も目にしたことだろう。本日の決勝戦はその時をさらに上回るものとなるに違いない。そしてもう一人の選手は、ああ、まだ会場には来てないようだ。まったく、一体何をやってんだ。決勝戦だし他の試合みたいに危険扱いにするわけにも。すまないが、みんなもう少し待っててくれないか。何はともあれ、会場に来てないのならこの決勝戦は延期するしか。待ってくれ、何やら妙でござる。姉君、商品を確認しに参ろう。神の目が入った箱をお主もついてきてくれ。
どれどれ。神の目がなくなってる。そもそもいつ盗まれたのかもわからねえ。まさかどこぞの誰かにこの私が隙をつかれるとはな。急ぐ必要はない。どのような手段であろうと自然の目はごまかせぬ。ふむ、どうやら盗まれたのは今しがたのこと。まだ遠くへは行っておらぬようだ。神の目は拙者が差し出した商品。監視をおろそかにし盗まれたのは拙者の責任だ。故に拙者が責任を持って取り戻すでござる。わかった。そこまで言うならこの件はカズハに任せる。私はここに残って舞踏会を見に来た人たちに説明してこよう。うむ、お主も共に来てくれぬか。拙者と共に来てくれ。もうじき風が吹くでござるよ。はっ、ほ、ほ、ちょうど良い風が吹いている。今が絶好の機会。風に乗って行こう。そのまま次の手がかりを探すでござるよ。そういえば、どうして商品のことを確認しようと思ったんだ。盗む音が聞こえたのでござるよ。じゃあどうして止めなかったんだよ。敵にわかるでござる。難攻不落。下がれ。はっ、くらえ。トン、急ごう。風が拙者たちを前へ導いてる。盗人は向こう岸に着いたようでござるな。また聞こえたのか。一体どんな音なんだよ。うむ、すさまじく得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすく対処できるであろう。かかれ。宝刀弾。どうやら拙者の予想と大差なかったでござるな。道を開けてもらうぞ。そこだ。ふっ、はっ、はあ、ふっ。あたしは甘く。黒き翼よ、ブーン、ほれ。行くぞ。ふっ、急ごう。燃えよ。そこだ。この俺よりも足が速いとはな。逃げるためせっかく船を用意したのに、まさか追いつかれるなんて思わなかったぜ。どれほど船が速かろうと風の速度には追いつけまい。風？何を言ってやがるんだ。くそ、わかったぞ。お前、神の目の持ち主だな。ちくしょう、俺にも神の目があれば、この神の目を光らすことさえできればお前らなんかに追いつかれないのに。神の目とは関係ない。お主は群衆から姿を消すのが得意かもしれぬが、自然の目から逃れる術を知らなかったようでござる。それに逃走経路の選択にも隙が多い。また拙者が風を頼りに追うさなか、お主の得意げな高笑いが聞こえてきた。言い換えれば、盗みの達人が持つべき3つの心情、迅速、隠蔽、優雅、お主はそれを何一つできておらんかったということでござる。
だがそれ以外に拙者を一番失望させたのはその手にある神の目の状態。やはりそれはどのような願望にも反応するわけではないようだ。分かった分かった、今回は俺の負けだ。この神の目はずっと狙ってたものなんだ。今回の舞踏会の参加者は全員まともな流派すら持たない奴らと聞いて申し込んだ。せっかく順調に決勝まで進めたっていうのに。お前が決勝戦の相手だったのか。俺の実力なら優勝は間違いないと思ったんだ。それなのに突然お前らが現れて、準決勝を見た瞬間分かったよ、俺に勝ち目はないって。でもここまで来たのに神の目を諦めるわけにいかないだろ。正当な方法がダメなら、皆の注目が北斗とお前に集まっている間に過去に手を染めていた本業のやり方でと。あれほど準備したのに結局お前たちに追いつかれた。くそ、でもやっぱり悔しい。お、本当か。わかった、だが約束は守ってもらうぞ。俺が持ってても光らなかったんだ、俺にとっちゃただのガラクタさ。そういうわけにはいかぬ。盗みを働いた罪は海の規則にのっとり腕を切り落として償ってもらわなければ。嘘だろ。それに商品を盗んで決勝戦に参加しなかった南十字戦隊の頭領北斗に恥をかかせた。どうやら真っ赤に熱した鉄をお主の顔に当て、盗っ人の2文字を刻む必要があるでござるな。おいおい、そこまでしなくてもいいんじゃないか。くそ、こんな残酷なやつだったのか。話し合いがダメならやるしかねえ。剣女盤石せふん、すきあり天道ここにある。捕まえたにゃ、飲みすぎだよ。ムーン立炎インタン覚えてろよ。くっそ、いやだ、やめてくれ、楽園だけは。生死の狭間に陥り、全力を尽くそうとも神に振り向いてもらえぬか。神の目を残して立ち去れ。拙者は気が変わった、お主への罰はなしとしよう。え、どうした、もしかして自ら罰を受けたいと。拙者は別に構わぬ、そのような武士道にのっとった覚悟は称賛に値するでござるよ。いやいやいや、そんなわけないだろう。見逃してくれて感謝する、本当にありがとう。よく分かんなかったんだけど、脅しただけだったのか。そのような趣味はない、ただ神の目がまだあやつの手の中にあったゆえ、最後の可能性を試してみたかったのでござる。人は窮地に陥った時強大な力を発揮する、それが神の目を照らすきっかけになると思ったのだが、残念なことに何も起こらなかったでござるな。そうでござるよ、光の消えた神の目にもう一度光が灯るのか知りたかったのでござる。あやつが神の目を盗んだ時からこの実験に利用させてもらおうと決めていたでござる。それに過去にも幾多の方法を試してきた。主なき神の目が再び光を灯すことは伝説でしか聞いたことがない。だがお主は複数の元素を同時に操れる、そんなものを目の当たりにすれば不可能なことなどないと思うものであろう。さあお主も試してみるでござるよ。拙者の思い描く結果になるか確認したい。どうやら何も反応はないみたいだな。なるほど、お主でも無理であったか。気にするでない、こうなると予想はしていたでござる。これでこの神の目は
引き続き拙者と共にいることになるな。そうだぞ。この神の目に何か特別な思いでもあるのか？それについてはある個人の話をしなくてはならぬ。彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が薄ゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者がやってきたことは結局のところ何の意味もなさなかったでござるよ。浪人の人生には旅の意義や道すがらの花鳥風月以外にも心に道があるのでござる。カズハ気まぐれに従ったまででござるよ。さあそろそろ戻るでござる。拙者の心配はいらぬ。だが感謝する。